エレン・ベーカーは、アメリカ合衆国の医師、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。NASA 宇宙飛行士室の教育、医学ブランチのチーフを務める。女性初のクイーンズ区長であった、クレア・シュルマンの娘である。ノースカロライナ州ファイエットビルで生まれたが、ニューヨーク市で育った。ケネス・ジェイ・ベーカーと結婚し、二人の娘を設けた。以下の学校を卒業した。 コーネル大学卒業後、テキサス州サンアントニオのテキサス大学健康科学センターで内科学の訓練を受けた。3年間の訓練を経た1981年、内科専門医の認定を受けた。STS-71 打ち上げ前のベーカー1981年、ベーカーはジョンソン宇宙センターの医官として NASA に入った。同年、彼女はサンアントニオのブルックス空軍基地で、 空軍航空宇宙医学コースを卒業した。宇宙飛行士の候補となる前には、ジョンソン宇宙センターの飛行医学クリニックに医師として勤めていた。1984年5月に NASA によって宇宙飛行士の候補に選ばれ、1985年6月に宇宙飛行士となった。それ以降、彼女は NASA 内でスペースシャトル計画や宇宙ステーションの開発に関わる。 様々な仕事に就いた。1989年の STS-34、1992年の STS-50、1995年の STS-71 にはミッションスペシャリストとして参加し、合計686時間以上を宇宙で過ごした。NASA 宇宙飛行士室の教育、医学ブランチのチーフを務める。 1989年10月18日にアトランティスがフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ10月23日にカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地に着陸したこのミッションでは木星を探査するガリレオプローブを展開しまた大気中のオゾンのマッピングを行うシャトルソーラーバックスキャダーウルトラバイオレットインストルメントを運用したまた いくつかの医学実験と多数の科学実験を行った。119時間41分のミッションで地球を79周し、180万マイルを移動した。1992年6月25日にコロンビアがケネディ宇宙センターから打ち上げられ、7月9日に同所に着陸した。ユナイテッドステーツマイケローグラビティラボラトリーと、 機動滞在期間延長機器の初飛行となった。2週間のミッションで結晶成長、流体物理学、流体力学、生物科学、燃焼化学等を含む科学実験が行われた。331時間30分のミッションで地球を221周し、570万マイルを移動した。百九十五年六月十七日に七人が乗ったアトランティスが、 ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、7月7日に8人の乗員を乗せ、同所に着陸した。STS-71 は、初めてスペースシャトルがロシアの宇宙、ステーションミールとドッキングしたミッションで、乗員の交代を行った。そのため、アトランティスはミールと互換性のあるドッキングシステムを積むように回収された。また、ペイロードイにはスペースラブを積み、 様々な生物科学実験、データ収集が行われた。235時間23分のミッションで地球を153周し、410万マイルを移動した。ありがとうございます。